昨日ですね、ストップ安ということで、訴訟ネクストですね、今日はどうなるのかということだったわけですが、昨日の終値からまた今日はですね、スタート時点が15,000円ということで、前日終値16,950円から1,950円安で寄り付きまして、それからその後9時12分に14,640円の安値をつけ、10時36分には18,240円まで戻りましたが、最終的には530円高の 17,480円というところで、まあ終わりました。昨日、ああいう発表があって、まあ 37.5% もの株式がですね、まあ海外の投資家に売りに出されるということですから、びっくりされた投資家の方々も多かったと思うし、まあああいう発表の仕方ってどうなのかなっていうふうに私も思いまして、昨日も動画でお話をしたんですけれども、ただし昨日申し上げた通りですね、悪材料というか、まあ受給という意味では確かに悪材料だけれども、業績の見通しが悪くなるとかいう、まあつまり2003年の時のソニーショックのようなことではないですよということを申し上げていたわけですけれども、大幅に昨日まあ5,000円安し、今日も寄り付きでさらに1,950円安した、一昨日の引け値からですね6,950円下がったところ、そしてそこからまあ少し下値を模索した後にまあ今日切り返したということでですね、まあとりあえずは信用取引で買ってらっしゃるような方のですね投げを今日吸収してですね、ちょっとショックがやっとここで一旦止まったのかなというところかと思います。まあ日経平均そのものはですね、今日は最終的には384円安で 1.17% 安ということですので、相変わらず今日も安かったわけでして、まあ今週通して結果としては月曜日以外はあんまり大したことなくてですね、大きな下げに今週はなってしまったと。25日移動平均線が上値抵抗になるぐらいの感じになってきましたので、まあ、上げ一方だった相場がやっと通常のですね、まあ相場に今は移行してきたということになるのかもしれません。まあこっからがですね、相場、こっからが非常に重要な相場になってくるというふうに、まあ私は思っています。まあと言いますのもですね、昨日 ADP の雇用報告がありまして、まあ予想の倍ぐらいの雇用者数が増えたということで、49万7千人、予想が22万8千人でしたので、大きなまあ雇用のまあ拡大が見られた。そうは言いながらもですね、雇用は確かに強いけれども、一方で賃金上昇はあまり伴っていないということも言われていてですね、7月7日の夜日本時間で9時半に発表になる雇用統計にまた注目が集まるというところになるかと思います。しかし特徴的な動きとしてはですね、まあ、前回の FOMC、 そして昨日その議事録がまあ公開されたわけですけれど、何人かの委員はやっぱり今回も利上げ継続した方がいいとは言ったけれども、最終的にまあ今回は一旦見送ってですね、次回まあ備えようと、まあいう意味で、今回も上げようと言った委員も、とはいえ、ちょっと休むのもいいかもしれないということで、最終的には全員会一致でですね、利上げの見送りを決めたというような内容になっていたわけですが、まあそれまでですね、パウエル議長が何度そういう年内2回利上げがあるだとか、あるいは ECB フォーラムでもパウエル議長はかなり高派の発言をしたんですけれども、しかしながら市場の金利はあんまり動かなかったわけですよね。ところがですね、今日はアメリカの10年債が、まあ、4% 台に乗ってきて、しかも2年債においてはですね、瞬間 5% 台も乗せてきたということです。そういう意味でですね、まあ今現在も15時40分現在で 4.986 アメリカの2年債ですね、まあ 5% のもうほんの手前というところですし、10年債についてはやっぱり 4.028 ということで、結構今年の中でも一番金利が高いところ、2年債についてはですね、もう本当に高い水準に今なっているってことですね。ですからパウエルさんがあれだけ発言しても動かなかった金利が、まあ今日の ADB 雇用報告の結果でこれだけ動いたと。ましてや今日のですね、雇用統計、まあ結果によればですね、もっとまあひょっとしたら動くのかもしれませんね。まあしかしながら、じゃあこんだけ金利がですね、アメリカの金利が上がるとなると、為替はどうなるのか、普通だったらドル高円安かなっていうふうにまあ思うところがですね、意外や意外ですね、143円、今ドル円で、今現在でも143円の47銭、ユーロ円でも156円27銭ということですから、まあ決してですね、円安ドル高が進んでいるというわけでもない。まあユーロ、円安ユーロ高が進んでいるわけでもない。
高水準ではありますけれどね、一時高まった、為替介入への緊張感というのがですね、ちょっとこう収まってはきていると。しかしながら、アメリカの金利は上がっているということですね。それから今日の、日本のマーケットの特徴としてはですね、日本の10年債の金利がですね、ずっと 0.38 とか39ぐらいだったものが、今日一気に 0.437 まで今上がってきていまして、日銀の内田副総裁が日経新聞のロングインタビューに答えてですね、当分 YCC は続けると。もちろんでも YCC のマイナスの効果というかマイナス材料にもちゃんと配慮しつつ総合的に判断していくと、短期金利のマイナス金利マイナス 0.1 っていうことについてこれは当分変えるつもりはないということですから、7月の会合で、ですね、少なくともイールドカーブコントロールの撤廃というのはもうこの時点での内田副総裁の発言ですから、おそらくですね、これを撤廃するっていう可能性っていうのはかなり低くなったと思われますが、そういう発言があったら逆に日本の金利がこれだけ上がったっていうところがですね、結局その金利の動きっていうのが世間一般で考えられている常識とはちょっと違った動きをしてきてるっていうのがですね、非常に面白いなと思いました。こういう発言があったただ金利が上がるっていうイメージはないんですが、日本の場合上がったっていうことですね。こうなってくると、イールドカーブコントロールの撤廃はなくても、場合によってはですね、プラスマイナス 0.5 の上限に張り付くような形に、もし次の金融政策決定会合、7月の末のですね、決定会合に、の発表、7月28日になりますかね。それまでにそういう形になってくれば、イールドカーブコントロールの幅を少し広げるということが、また議論の俎上に上るということも出てくるかもしれません。要するに 0.5 に張り付くどころか 0.38 とか39で動いてるときにですね、広げる話をしてもあんまり意味がないと思うわけですけど、今日のこの金利の上がり方見てるとですね、金融政策決定会合までに結構時間がありますので、ひょっとしたらですね、また日本の金利がもうちょっと上がってきて、場合によってはですね、ユーロ株コントロールのその10年債の動く幅を少し変えていくっていうようなことをですね、やってくるっていうことを、そういう可能性がですね、また出てくるのかもしれないなと。日経平均株価は、今週結構下げになりましたので、どこまで下げるんだということでですね、心配になってらっしゃる方も多いのかもしれませんが、基本的にはですね、動画の途中で失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。6月の16日につけた、33,772円89銭で、その直前につけた6月16日に続けた772円76銭と、それから6月の19日の月曜日につけた 33,772 円89銭。で、ここで一回ダブルトップつけて、もう一回日経平均ですね、33,768円ぐらいまで一回、ありました。657円ですかね。までありましたので、要するに3回、ほぼ、トップをつけて抜け切らずにちょっと下がってきてるっていうことですから、おそらく、一旦こう下を 見ざるを得ないという形にはなっていると思いますね。その場合は、やっぱり31,000円台、31,000円、31,150円とかですね、この辺ぐらいも可能性としては考えなきゃいけないとは思いますが、いずれにしてもですね、日本株が大きなトレンドが変わってしまって下向きに変わると、そういうことではないというふうに考えています。問題は、このアメリカのこの金利の上昇を、まだアメリカの株式市場はそれほど、織り込んでるような形の下げにはまだなっていないんですね。下げたと言っても、まだまだアメリカの株式市場、最高値に、戻り高値に近いところですよね。ですから、そういう意味からするとですね、今後の、この金利の、アメリカの金利の上昇に、アメリカの株式がどう反応していくのか、そういったことをですね、占うにあたってもですね、今日の雇用統計っていうのはとっ
とても、気になるところではありますね。まあ、今日は今晩9時からですね、ちょうど9時半に雇用統計発表になりますので、ライブ配信でまた皆さんと一緒に、まあ、会話をしながらですね、マーケットを見ていきたいと、まあ、雇用統計、まあ、もちろんマーケットはもっと後からですが、雇用統計を受けてアメリカの先物等々動いてくると思いますので、まあ、その辺を見ながらですね、まあ、話をしていきたいなと、こんな風に考えています。ただし、もうとにかく今の日経平均というか日本の株式市場っていうのは、基本的には上昇トレンドの中での今休憩という状況であるというふうに私は考えていまして、決して弱気になってですね、売りから入ろうとかですねいうような形でやっていくと火傷をしてしまう心配があるのかなと。基本感は上を見て、そして押し目買いで自分のご自分の考えてらっしゃる銘柄をですね押し目で拾っていくというこのスタンスを貫いていけばですね、今年の株式市場、日本株の株式市場でですね、皆さんのパフォーマンスをですね、大いに上げていくことは十分これからも可能なんだろうな、まあ、こんなふうに考えています。